でかいの来たよ。テムのリールですね。マグネットブレーキなんで、これノーサミングで、今日はね、あの川の釣りやってますけどね。うーん、おー、食ったよ、黄色リール、黄色リール食ったよ。おー、すげえ食った。今日初めてこれ楽したくない、これ楽したくない。バラしたくない、ね、鬼がかりはしてるんだけど、流れがちょっと早いからね、ちょっと慎重に黄色に。のね、サザンカ、イエー、でかいの来たよ、最後。よいしょ、サザンカーにーだー、黄色リールに来ましたよ。いやー、重い。サイズはこんな感じ、見えるかな、80センチぐらいね。この黄色リールでなかなか釣れないのか、これ黄色リールと80のアンカーシーバスが来ました。イエーイ、やったー、サザンカ。泳いできました、泳いできました、やったよ、80アップ来たよ。いやー、幸運呼ぶね。ブラックバスもね、この前なんか初めて使ったら50アップ釣れて、いけ、17ミリ、かっけー。あっ、あっ、すげえ。おー、ドラグボーダスよ、これいって。ああ、あった。ビビった。ね、タックルはこんな感じで、ね、メガバスのサザンカーにテムの軽くって壊れそうね。それにこれ竿はね、自分で作ったベイトロッドなんですけど。結構ね、ブラックバスでも使うんです。シーバスで使うとね、80アップとかよく釣れる。太めの針もしっかり唇の硬いところにカツンってね刺さる、そんな感じの針なんで、
今季秋シーズン初88歩でした。ありがとうございました。いやちょっと今ドキドキこんな感じでやってますんで、ぜひフォローまだの方はフォローお願いします。ライブ配信中に80アップ出たぜ、ディズニーランド80アップは久しぶりだな。1年ぶりだよな、多分今年は釣ってないはずなんで。これね、あのメガバスのサザンカってウェイキーブーのパクリルアーね、これがまあよく釣れるんですよ。80アップで針ちょっとだけ伸ばされ、出方がすごい地味だったから、あのね最初80っぽくなかったんですよ。もっとねちっちゃい感じかなと思ったら、まさかの出たよ。サザンカをね流針に入れてデッドスローで、あ、また出た、もじもじやってたらね水柱立ちました。ビビったいい、よいしょ。あ、そうですね、ちょっともう遅くなってきてライバルも増えてきたんで、そろそろ締めようかなと思うんですけど、このテムのリールですね、マグネットブレーキなんで重度のねバックラッシュが起きづらいのと、あと普段はシマノとか好きで使うんですけど、これマグネットブレーキのとか DC ブレーキとか、これノーサミングでバックラッシュないんで、夜のこういう釣りとかにねすごい、今日ね一回結構きついバックラッシュあったんですけど、それ以外はほとんどね嫌なバックラッシュとか起こんないんで、こういう夜もう疲れてるね仕事の後とかやるときとかもねすごいね使い心地はいいです。で、問題点はですね、これ今 P ラインの4号入れてるんですけど、細い糸だとこのスプールエッジのところからバックラッシュした時とか隙間に入ってっちゃって、カバー開けないと復旧できないみたいなね糸紙のトラブルがあります。で8本寄りの P ラインのね4号とか入れてるとその糸紙がないのかなっていうところ、あとシーバスで海で使ってるから水でジャバジャバ流すじゃないですか、シャワーみたいにね、したらねワンウェイクラッチか、まあアンチリバースみたいなところにこう水が回っちゃって、結構ね逆回転するように、ある一定のところで逆回転する仕様になってきておりますね。たまに逆回転するからノブから手離せずっていうところかな。うん、それ以外はねすごい使い心地いいですよ、トラブんないしって感じですね。でこれは都市伝説みたいなもんですけど、この縁起のいい金色リールにしてからやたら大きな魚は釣れてます。ブラックバスで使ったらなんか50アップ釣れるし、今日シーバスで使ってたらいきなり今季初めての80アップ釣れてくれたし、2300円とかだから今ね3000いくらぐらいでテムで買えるのかな、ちょっと値上がっちゃったんですけど、なんでそういった意味ではね非常におすすめでございます。はい、というわけでね、本日の釣り子 TV は金色リールで釣りをしたら80アップ釣れちゃったぞっていうね、こういったところで締めたいと思います。またやりますんで、フォローまだの方はぜひフォローお願いします。それではおやすみなさい。